同胞、オリオールズ藤浪、マジでメジャーに通用してしまう。オリオールズ藤浪、24試合、防御率 3.86、2勝0敗、1ホールド2セーブ、25.2 回、30奪三振、14飛球、ウィップ 1.01。ようやっとる。普通の中継ぎ投手になった。通用しとる。だいぶまともになったな。波の中継ぎレベルの成績だがようやっとる。ダメというわけでもないが、良いというわけでもないんやな。これでも戦力なんや。160キロの荒れ玉投げとけば人間の反応速度的になかなか打たれない、を証明し続ける男。初球頭部に抜ける球投げてビビらせて2球目も頭部に抜けて投げてそこからかろうじてゾーンに投げて抑えてるだけの投手。多彩な変化球や緻密なコントロールみたいな多芸に秀でてるわけやなくてシンプルな速球のゴリ押しで抑えてんのがすげえわ。160キロを当たり前のように投げます。故障しません。配球は誰にも読めません。強すぎる。メジャーでこんだけやれるんなら十分やな。問題は来シーズンどうなるかだけど。いろいろ言われるけど年俸5億で来年も単年やろうけどどっかには契約取れそうやからな。メジャー挑戦は大成功と言わざるを得ないんよ。藤浪、甲子園優勝、ワールドシリーズ優勝、大谷、WBC 優勝、日シリ優勝、メジャー MVP。お互い手に入れられないもの手に入れてるよな。